おい、俺の女に何してんだよ。こいつをいじめていいのは、幼馴染の俺だけだ。うるせえ次こいつに近づいたら、ぶっ殺そう。うん、うん 何してんの、こんなとこで屋上のこの場所は俺の特等席なんだけどうわってか今何時ま、そろそろ授業始まるな教室戻らねえとなうん,んおい お前は行かないのかよまた先生に怒られるぞ勉強できないんだから態度くらい真面目にしとけっての <laughs> お前がバカなのは昔からだろとりあえず行こうぜクラス違うとはいえ会は一緒だろあやることあるから なんだよ、やることって。お前、なんかあったの関係なくないだろ。一応ほら、幼馴染みなんだから。まあ、お前の私生活に何があろうと気にすることなんて一ミリたりともないんだけど。俺んちとお前んちって、迎えにあるじゃん だからよく学校行くタイミングで正面から顔を合わせたりするうざったいことになでもよそういう時にそんな辛気臭い顔されると余計にうざいんだよだから何かあったなら素直に言ってみたらいいだろはあ <laughs> <laughs> ここは冷えるからとりあえず教室戻ろうおーい迎えに来たぞあれあいついないのか、はあ昼休み様子がおかしかったから 帰りは一緒に帰ってやろうって思って迎えに来たのに。先帰るとかマジないわ、あいつ。連絡をこまめにできない奴が一番モテないんだから。あいつはそういうとこが。ん通知。あいつから LINE だ。あなんだこれ。 一文字だけ「あって」て何言ってんだこいつ文面まで様子おかしくなるって意味わからなすぎだろうんえなんだこれこの机あいつの席だよな なんでこんなにびちょびちょなのそれに落書き死ねブス病むに耐えないなあいつもしかして おい、こいつなんかライン送ってんだけど <laughs> マ,マジかよ、ウケるお前さ、まだ自分の立場は分かってないのお前調子乗りすぎなんだよとっととやっちまおうぜ、はあはあ、廊下にあいつのカバンが落ちてた あんなとこに置き忘れるわけないよな。ってこと誰かに、いきなりなんかされたんだ。誰に決まってる。クラスで、あいつのことをいじめてた奴らだ。くそなんであいつ言わないんだよあのバカ <laughs> 早く探さないと、はあはあ、あ、あそこにいるの、うん、おい、お前友達いないくせに誰に連絡してたんだよあ、いいから言ってみろな、どうしたおい、お前ら何やってんだよ なんだお前。てめえよくも。な <laughs> あ、バカ何やってんださっさと逃げろいいから死のうとする気力があんなら、生きるために走れいつもの場所で会うぞ。くそ。なあ。 だあいたよあ何そんな心配そうな顔してんだよ大丈夫だ俺は、うん、あお前は何ちゅう顔してブランコ座ってんだよブランコってのはな <laughs> もっと楽しそうな顔して乗るもんなんだよバカ <laughs> お前いじめられてたのかなんで言わなかったまあ、言えるわけないか 俺も、話せ話せって、いろいろ言って悪かった。もう、とりあえず、そういうのは言わない。言わなくていいから。だから、一回抱きしめさせろ。うるせえな。体の方が伝わるもんがあるだろう。黙ってこい。 お前よく頑張ったなあいつらちょっとやりすぎたよお前が逃げた後先生達が来てさいろいろとこまとやかに聞かれたから全部答えておいた何でもあいつらのうちの一人の親が pta の会長だったとか何とかで相当激怒だってよ。今頃学校に呼び出されてんじゃねえかな。だから大丈夫だ。学校では表立ってなんかされることは今後はねえだろうし。学校外では今日みたいに俺が守ってやる。 だから俺から離れんなよ。いいな。腕っぷしは、<laughs> まあ今日の通り、あんま強くはねえけど、お前のためなら、何でもするぞ。なあ、お前昼休みさ、屋上に一人で来たろ。 あん時俺が屋上で寝てなかったらどうするつもりだったんだえ辛くてもう終わりにしようと思ったもし今後さ そういう気持ちに押し潰されそうな時は、これからは俺に言え。大丈夫だ。どんなお前でも受け止めてやる。お前さ、ちょっと俺のこと舐めすぎじゃねお前がいない世界で生きるくらいなら、お前と全部捨てて、海外でもどこでも行くっての <laughs> あ確かに未成年だけじゃいけないのかな <laughs> まあでも何でもありだろ人生なんて <laughs> だからこれからはあんなことすんなよでで、で <laughs>、ああ当分は顔腫れそうだはは <laughs> まあたまにはこんな喧嘩もありってことで 今日はぐっすり寝たいと思います <laughs>。お前、手震えてる。そりゃそうだよな。怖かったら。お前んち、母ちゃん今日夜勤だっけじゃあ、俺んち来る。一緒に寝よう。